ともき喧嘩したの？シッシー。皆さんこんにちは、クソニートです。やっていきましょう。毎日投稿3日目だぜ。さあ、今回こそ絶対1位取るぞ。なあ？ということで、ちょっと今回マジで勝ちに行くために花ちゃんバギー持ってきました。コイン取られんな。マジで勝ちいってっからね。うん。花ちゃんバギー持ってくる時点でこれマジ勝ちいってるでしょっていうことで。ちょ、マジでアイテムが取られんだけど、下手すぎることに変わりはね。俺下手すぎるぞ、相変わら。ネギゴマニアお前、やってやんからな、お前な。相変わらずたくさんなんだ。ちょ、アイテム2個取りたい。アイテム2個取っていって、さあ、なんで当たるの、それ。聞いてないよ。それ当たるの聞いてねえぞ。コッコってココルピアやんけ。ただね、オンラインがってうまくいかないでしょ。俺さ、オフラインだって練習したのよ、練習。ただね、オンラインだってやっぱね、うまくいかないところはうまくいかないんだわ。キーの。いや、ジャンプアクション今やりたかったな。みんなうめえんだもん。こっちだと。なんで当たる？それなんで当たるの？聞いてないよ。聞いてねえ。ジュノー当たる！ちょっとなんで？被弾多すぎね？ふざけてるやん、このゲーム。このゲームマジ調子乗ってやん。調子乗ってんじゃねえぞ、おい。ふざけんな！調子乗ってんじゃねえぞな、おい。バーカやろ、アイテム取るべきだった。今なんで当たるの？いやー、クソみたいな試合いったな。あー、クソみたいな。やめるわ。シッシー。さあ、2レース目、どこかです。モモカントリーか、こっちがやな。東京なんとか来ました。よろしく、コルロブ、ウェイウェイ、行くぞ！コルロブ、ウェイウェイ、コルロブ、ウェイウェイ、ウェイ。さあ、水は花ちゃんカートなのにさ、俺1になれねえんだよ。もうふざけてんじゃねえだろうな、お前な。お前、コッコルピア、どけ、お前。ぶち殺すぞ、お前。いいか、このゲーム、ムカつきすぎるんですけど、ちょ、マジで落ち着いていけばこれ取れるゲームなんだけど、取れねえな、おい。ふざけた、お前。グズルの？グズルの？グズルの？このゲームはね、まあ落ち着いていけばね、ちゃんと勝てるゲームにはなっています。うまければ勝てるゲームなんだよ。だから勝てないけどどういうことか俺が言いたくそうなんだよ。だから絶対今回は勝利をものにしたいなと思っていますんで、絶対勝っていくかんな、おい。ふざけんじゃねえぞ。マージでじとくかな、俺な。はい、取っていきいの？ネギマコラ、ネギゴマニーラ、お前。食べ物の名前にしてるやつなんてお前さ、館中にねえんだよ。どけお前。危ないねえ。それお前いやらしいねえ。エッチだねえ。エッチだって使ってくんじゃないの、あんちゃん。アイテムがねえ、強いんだけど、なかなかちょっと前に行けるようなアイテムじゃあねえ。さあ、こんなところで負けすたまるか。どうっす、これはあんま強くないな。え、マジでみんな上手くねえ。俺、レート3000でから一生上がんねえのか、おい。さすがにさ、レート上げていきたいぜ、俺、毎日走行中の中でさ。ねえ、ポルピア。毎日走行中の中で俺、レート上げてきてんだけど、結局6位って勝つじゃねえかよ、お前よ。5位かい。程よいわ。シッシー。ということで、ピーチガーデンやっていきましょうか。このコースなんかのゲームにあったゲームでしょ、これね。サイロされたやつでしょ。ってことで、今日も元気にやっていきましょう。第3レーシング、今回こそ俺は絶対1位になるんだけど、スタートミスってるやんけ。今回こそ俺は絶対1位を取ってみせるな、ただし。ただしお前、正しいことしろよ、お前。お前絶対アイテムでお前人にさ、ぶつけんじゃねえよ、お前。正しいことするよ、お前な。じゃなきゃお前、正しいって名前使ってダメだもんな、お前な。お前絶対お前さ、変なことすんじゃねえぞ、お前な、ジュン。殺し屋の娘。殺し屋の娘、舐め込めぞ、お前。さあ、やってこう。はい、このコース楽しいんだけど、おい、当たるだけなー。このコース雰囲気がめちゃめちゃ楽しいけど、楽しみだね。これパックンが危ないよ。パックンが危ないよ。大丈夫？俺が遅いのかどっちなんだ、みんな教えてくれ。俺が遅いのかみんなが早いのかどっちなんか教えてくれ。おい、俺遅すぎんだろうがよ。しっかりちゃんと走る。こいつは何もアイテム飛んねえじゃん、お前。何もアイテム取んねえやん、お前。いや。そこ、これ、コース知らねえとこれダメだな。不利だな。今のとか絶対さ、曲がってるとこ知らなかったからさ、やられたけどさ。バカ、なんで俺話したってんの、うまくね、今の。今の当てんの、俺、エイムよくねえ。俺、エイムよくねえ、めちゃめちゃ。ふざけん、年乗ったら人ってやられるんですね。出る杭を打たれるんだ、やっぱり。落ち着いてけよ。ちょ、ね、あまりね、はかどりすぎるとね、毎日投稿できないんで、まあ、程よいね、あれで行きようと思ったら、おい、ふざけんじゃねえぞ、お前。
俺のお前スターをさ、お前な、舐めてくかんねえぞお前な。ほら来たよ、来た来た。サンダー回避来たよお前ら。見てろお前、なんで当たんねえ。ええな、サンダー回避成功させろよお前。成功させんのは男だろお前。 GC コンのアイテムボタンがさ、正しく反応しねえけど取られたじゃねえかよお前相手に。あの最強星人に。お前今サンダー回避成功したと思ったのに、お前な、いいところでお前失敗するんやから。お前あいつダメだろ、行くよ。バカ野郎、そこお前コース知らなきゃ無理だろ。すぐ当たるけど当てられ当て返す。当たんねえじゃねえか、当たんねえじゃねえか。俺7位だぞ急に。やっぱサンダー回避ってあんな強いんだな。あそこまで順位上げれると思ってなかった。うん、ふざけんじゃねえよ。誰がおもろいねんこのゲーム。 CC さあ行くぞ。始まってますけども、絶対俺勝ってやるからさお前。ちょ今回こそマジで勝ちに行く。マジで1位取んなきゃかっこ悪いぞ俺な。あこのコースめちゃめちゃ思い入れがある。なぜなら最初の動画で俺このコース走ってくから。でね、最初の動画俺最近見返したんだけどさ、マリオカート投稿しようかなと思ってて、画質悪すぎん。おーうまいな、使い方うまいな。最初の動画の画質悪すぎん。最初の動画の俺の画質がさ、強すぎてさ笑えるんだけど、マジ、もはや笑えるっていう。最初の動画結構ね評判いいんだよなあれ。ただね、あのね動画ね画質悪すぎてね、今になっても見てるもんじゃねえっていう、見られるもんじゃねえっていう。おい、なんで当たんねえ。大事な話してんねんこっちは。なんで初代ブラウンってお前が初代だったんか。お前が初代だったんだブラウン界の。サンダー落ちろ、サンダー落ちろ。落ちねえ、落ちろっていうやつには落ちねえ。それが世界や、落ちろっていうやつには落ちねえ。それが世界や。俺最近ハリーポッター見てたんだけどさ、ダンブルドア先生も言ってたわ、秘密の石を得られるのは当たるんかい。ダンブルドア先生も言ってたんよ、賢者の石を得られるのはさ、賢者の石を欲しがらないものだって。そうなんだよ、1位取れるものだってさ、1位欲しいものが取れるわけじゃねえんだよな。俺絶対このマリオカートで1位いらねえよ。ダンブルドア先生見てる？ダンブルドア先生、1位いらないから1位ちょうだい、1位いらないから1位ちょうだい、1位いらないから1位ちょうだい。おい見ろお前、お前カリスマブラザーズみたいな名前してんじゃねえよお前。当たるんかい。さあ行くぞ。お前調子乗ってんじゃねえぞお前。俺が絶対1位になってお前ら見返しちゃっからな、お前な。絶対勝ってんだからな俺な、勝ってやるんだから。僕絶対勝ってやるんだから、しかも絶対怒らないんだから、絶対言ってやるんだから。ふざけんな、サンダー落ちろ、サンダー落ちろ、マジで今サンダー落ちろ。いや取るのそれ、それはお前さ、ゴーストが天才すぎなら最強アイテムでしょあれ。ラッキーセブンだからいいでしょ。なんか1位にも見えるよね。CC。はい、サンシャイン池崎空港行くぞ。サンシャイン池崎空港って何やねん。何やねん。さあ行くぞ、絶対勝つぞ。さあ、ということで、賢者の石理論じゃないけど、マジで俺1位欲しがらねえから。うん。1位欲しがらねえで俺走っからさ、赤コーラ危ねえな。1位欲しがらねえで走っからさ、これインコース取って、コイン取りたいよ。取れられねえのか。コインがマジで不足してる全体的に。うん、あいつ今あいつ買ったあれ意味なかったな。何にも意味なさなかったぞ今。あかりお前そのアイテム何にも意味なさなかったぞ。大丈夫かね、大丈夫かいな。はい、オッケー、取って、地味に3位、地味に3位、いい順位、いい順位、いい順位を意識していこう。うまくね、うまくね、今のうまくね。ボム、今の俺のボム、天才的じゃねえ。初代ブラウンが俺の前を走っています。初代ブラウンすごいです。こいつは全世界の茶色のうちの初代です。ということで、今回初代ブラウンに、打倒初代ブラウンを目指して頑張っていきましょうということなんですが、膨らみがちなんだよね、あそこが。あそこ膨らみがちなんだけど、幼稚園でコイン取りたいけど取れるよ、オッケー。バカ野郎。オッケー。初代ブラウンが強え。俺は絶対お前を1位にしねえ。じゃ、誰が1位になるのか、俺しかいねえだろ。俺しかいねえだろ、よい。俺しかいねえだろ、よいち。アイテム取れるよ、オッケーだよ。
俺しかいねえだろう、よいちということで、1位コーラ振ってこい、絶対。1位コーラ絶対振ってこい。あ、絶対振ってこい、1位コーラ。今のうまくないと思ったけど、うまい。オッケーオッケー、赤コーラ封じられてるよ、オッケー。初代ブラウンが俺の先頭走ってる。いや、バカ。バカ、バナナ。バナナ見えたのに間違えてやっちゃったよ。クソバカじゃねえかよ、俺今の。オッケー抜かしたぜ。つまみやがれ、お前絶対振ってくんなよ。絶対1位コーラ来んじゃないぞ。絶対1位コーラ来んじゃないぞ。ふざけてんじゃねえだろうな、お前ら。絶対1位コーラ来んじゃ。オッケーいけるぞ、いけるぞ。これもうゴール見えてる。さあ、いいアイテム来い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 。神アイテム来た、神アイテム来たー。